大阪西成区岸の里の億万長者ですわ、私は。でこの人アラブの大富豪ね、アラブの大富豪電話番号して教えてくれました。私が引き上げました。俺ね、全部孫にも一緒。ほいでね、ここに来たからね。これは最近、これがお気に入り。あ、そんなんやけどね、俺ね、こういう流れなんですわ。例えばね、15日に金戻ったでしょ。それでカツ丼食うて、1万円月額1000円で食うてね、エビ2個入り。ほんで次の日飯食わんで、次の日にね、すき焼き食ったんですわ、昨日。ほんで俺の考えとしては、ワードプレス買っとるから、広告コムとか。ほんでインストールやり方とかねさて、あと2日後にやるって決めて今日なんですわね、今日。ほんで行動がね、まあ、確かに飯食うて、12時食うて、いろいろもん食うて、腹いっぱい寝てとったでしょ。で4時目覚めて、さてこれでね、家でパソコンせんのです俺は。そういう癖があるんですわ、癖。だから今日は出ることを決めました。俺どっちしようかなと思ったけどね、皆さんもこういうのにしてると思うけどだからね、例えばね、どこ行くにしろ、一回市役所でも出る。そこから行く先決めますわ。ほいで電源がないとかあるでしょ。それまあ何か解決する。一回出る、それ決めました。出ないと今日のね、せっかくの億万長者が逃げるでしょう。だこういうことをね、俺しょっちゅうしてるんですわ。俺あまり思い出ない。今のところね、ええ流れなんですわ。ワードプレス買って、ね、広告も買って。だから今日は出ます。今から。まあそういうことで、おいおいどうしようかな。深夜寝てらっとったけど死にました、愛人。まあそういうことでね、今日は出る。せっかく億万長者になるチャンスを逃がす。だからね、俺ふと思ったら、スイッチね、自分で入れなあかん。いろいろありますわ。だからやりくり難しい。以上。